さっきから目にしてる。ここで亡くなってる人たちは。みんな知らない人たちだったけど。さっきのすごく身近な人の断末魔みたいな思念を浴びて。気づいたら石沼くんに肩どかれてた。あんなに拒否んなくてもいいよな。身近な人か。今回ばかりは外れるといいな。勘苦しくて寒くて喉だけ焼けるように熱くて接近もしてて真っ暗でもがいても手も足もつかなくて助けてって声も出なかった。怖かったよ、痛かったよ。篠崎、しっかりしろ。お前はちゃんと生きてる。てか、ユイ先生本当にいないな。一度戻ってみようか。そうするか。サトシたちもいないしな。私もね、学校大好きなんだよ。鈴本さん、ダメ！離れろ、早く！先生も大好きだし、君たちと一緒だね。鈴本、おい、しっかりしろ！鈴本さん、わかる？篠崎さん、岸沼くん。本当はこの子たちは悪くないよ。かわいそうな子たちなの。見て、これ。
新聞の写真と同じ顔、同じ服装だ。さっき1階で追いかけてきた男の子の霊もこの写真の子だわ。この子たちを放っておけないよ。私ここにいる。ダメだ、鈴本、ここ出ようぜ。なあ、仕上がった。お姉さん、おはよう。Oh, boy.